はい、おはようございます。まだ朝日がね出てない。朝日が出てんだけど雲に隠れて、日がちょっと暗いのでちょっとノイジーかもしれないですけど、おはようございます。久しぶりのね散歩、散歩動画ですね。いや年末年始とねやっぱ子供の学校がね休みになりますとですね、送り迎えの時間がちょっと遅くなったりとか、歩く時間がまなかったので、今日久しぶりに平日に戻ってですね散歩動画、通常出勤になりました。おはようございます。これでよかったわな、なんか忘れてるような気がするけど、今日が、何だ、1月の9日だったかな。1月の9日の7時40分ですかね。今現在の気温は6度、寒いような暖かいような感じですね。宇山方面へ回って歩いてもいいんですけど、ちょっと時間に余裕を持たせて、まあ、いつも通り川の道行ってみようかなって感じですね。いやー寒い、風に吹かれると寒いですね。風に吹かれると寒い。よし、ちょっと音入ってるかな、声がね。どうしてもちょっとウィンドジャマーつけると声がこもりやすいのかな。なんか綺麗に入ってない時があるので、あれですけどどうかな。県立消防団のですね出初め式に出席させていただきましてですね、放水風景をですね、撮影させてもらいました。あれです、ポンプのね操作員の方をやってまして、ポンプの操作員はね現場から離れることができないのが原則になってましてですね、まあ別に構わんかったですけどね、あっち行ったりこっち行ったり、まあ一応規則に準ずる形でですね、まあ、ポンプの周りしかちょっと動けなかったので、まあ、自由な撮影ができませんでしたけども、まあ消防団側からの放水風景が撮れてよかったんじゃないかなって思います。なかなかマウント、ショーティーってね手持ちのがしか持っていってなくって、胸ポケットに刺して撮影したわけで、かなり画面のブレが激しかったんで、なんとも申し訳ない感じですけども、もう少しねいい、マウントですね、例えばこう胸にそのままなんていうか座れて、ちょうどたすき掛けの前板みたいな感じで、たすき掛けをこう、腕に通してそのちょうどクロスさせたところがちょうど胸の真ん中に来るようになっちゃうような感じでね、そこにこうカチャッと GoPro を取り付けれるようなチェストマウントでも言いましょうか、ああいうのもあるんでね、あるいはまあヘルメットにこうつけたりとか、そんなんいろいろやってみてもよかったかもしれませんけども、結構ね消防団の中にもね動画とかそういうカメラ好きな人がいるみたいで、結構声かけられましたけど、あそれ GoPro7 ヒーロー7やーってね、やっぱり、適材適所、ああいう水がかかるような場所では GoPro が一番、撮影しやすいのかなって感じですね。今日は川に降りてみようかな。ちょっとね天気光があんまり入ってないんでね、色があんまり乗らないのかもしれないですけどね、まあ、できるだけこの冬の川の風景みたいなものもね撮れたらなって感じですけども、こういう感じ、だいたい冬はこんな感じですね。夏だったらねすごい青い色が空が多いんですけども、やっぱり、四国の方もですねこんな感じでうんこみたいな空の色になってますけどもね、よいしょ、ふいふいふい、よいしょ、この川の砂取ってきて庭に撒いてみようかな。
川が近いね。結構込み込みいっぱいって感じかな。うん、で、さあ僕の出勤通勤路ですね。河原を通勤していく、職員もそういないんじゃないかなと思うんですけども、うちのじいさんはようこの川で、アユ取ったりね、ゴリ取ったり川のエビを取ったりしてまして、うちのじいさんもよく川に来る人でしたけどもね、まさか僕もこういう形で川に、足を運ぶ回数が増えてくるとは思いもしませんでした。よいしょ。やっぱいいね、自然はいいですね。例えばこの間久しぶりにサーフィンしなかったんですけど、海の方に行ったんですけどね、二見の海をこう撮影して回ったんですけども、やっぱり海とか川とかはあれですね、もう一回行きたくなりますよね。なんかこう自然に引っ張られるというかですね、やっぱ自然はいいなという、あれなんだろう、もう一回行きたくなる状態は一体どういう状態なんだろう。もう一回海行こうかなって感じになりましたね。よいしょ。だから最近はあまり動画が、撮れる回数が総頻度頻回じゃなくて、そうですね、編集も怠りがちだったんですけどもね、今日からまたちょっとずつ再開しようかなと思いますけども、まあ最近はあれですね、なんか Vlog 的な、感じですか、一日の出来事をこう撮っては、録画開始しては止め、録画開始しては止めって、そのちっちゃなクリップをコン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 と並べていって、でいらんところを切っていって、まあ編集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 みたいな感じでカット割りしていって一つの動画作るみたいな、その動画と動画の間にちょっとスロー再生とかね、タイムラプスとかパーって入れてみてっていう、そういう練習もしてみましてめしていますね。散歩動画は本当に楽ですね、そう考えると。もう朝もう用意ドンでこう音を合わせて、でそこからもうつなぎ合わせれば全部終わりますんで、あとは色をフラットで撮ってるので、 GoPro のカラーのフラットで撮らせてもらって、あとでその、元の色に戻すみたいな、そういう感じで全然手間がかからないですけどもね、まあ、そういう意味ではああやった Vlog とかを撮っていくのがこうスキルアップにつながりそうな感じがして、最近は散歩動画というよりもそういう、Vlog を、Vlog のようなものをですね、撮らせてもらっているようなところですね。まあ、あとはあれですね、明日休みになるんで、明日はね、なんと、とうとう歯医者の、ラスボスですね、右下の親知らずを、抜歯するわけですけどもね、どういくでしょうか。抜歯ってほら麻酔の注射が痛いだけで、抜いてる最中はあんまり痛くないんですよね。前回も左上の親知らずを抜いて、その時も抜く時全然痛くなかったんですけど、抜いた後ちょっと痛いというね、そういう苦しみがありますよね。ギー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 削る時は本当に削る時の痛みが気持ち悪いんですけど、抜いた後の痛みって、まあ言うたらその後の痛みなんで、その歯医者のこの染みるような痛みとはまた違う、鈍痛という感じなんですかね、胃痛じゃなくて鈍痛なんで、まあ大丈夫かなっていう感じはするんですけど、まあ歯医者さん曰く、下の歯の方が根が大きいので、ちょっと痛いかもしれないよっつってね、抜いた後痛いかもしれないよっていう話でしたけども、
どう行くでしょうかね。だから歯医者明日10時にあるので、それ以外フリーなので、動画、何本か溜め撮りして撮ってみてもいいかもしれないですね。3本撮り4本撮りでも行ってもいいかもしれない。GoPro とカルマグリップの電池と、メモリーカードが持つ限りですね、撮影してもいいかもしれませんね。それか歯抜いた後どっか他の場所に行ってみてもいいけど、なんか行きたいところはちょこちょこあるんですけどね。大月の風車ですか、風力発電の風車が、2月3月4月と、週末に限って開放されるようで、それも結構近くまで風車の根元まで行けるみたいなので、そういうのも撮影したいなとも思うし、あと須崎の方でイチゴ狩りもしようみたいなんで、そのイチゴ狩りとかもね行ってみたいなと思いますけども、あと何かあったかな、行きたいとこは。まあ何でも道がある限り、歩く道がある限り、まあ撮影したいなと思うんですけどね。どっか行ってみたいところとか、撮影してもらいたいところありましたら、コメントいただけましたら、はせ参じますので、どうぞよろしくお願いします。7時55分、まだ時間あるね。市の方から行ってみようかな。そろそろ GoPro の結露が大丈夫だね。やっぱり GoPro ってね、やっぱりカメラのレンズがあって、でカバーがついちゃうんですよ。そのカバーとレンズの間にやっぱ空気の層があるので、GoPro が熱を持ち出すとですね、外気の、冷気とですね温度差が生じて結露がレンズのカバーの中に生まれるんですけども、その結露が結構撮影するときにモワモワモワってなって、かなり見苦しくなるので、そこをちょっとチェックしながら行っているわけなんですけど、大丈夫そうですね。あ、この辺になると結構深いんだね、このすぐそばがね。こんな感じ。あ、やっと日が出てきた。いつかはだるま夕日も撮りたいんですけどね。だるま夕日も撮ってみたいなと思うこの頃ですけども、カモがあそこで、群がってますけどもね。なんやかんやで結構 GoPro 綺麗ですよね、画面がね、画質がね。あ、危ない、 GoPro 忘れていけた。
おお、素晴らしい。オズモポケット意外にこのスマホと連携させて撮るのがすごいいいですよ。こうして、画面を固定するとですね、こんな感じでもしっかり同じ角度が維持されるんで結構いいですね。こんな感じでね、こう結構下の方まで、行っても地面すれすれが撮れるので、普段撮れんような映像が、撮れますね。こんな動画見るんかないやいやいや、そこはもうそういうのなしで。でもお日さんの感じいいな。新しいファームウェアバージョンを検出しましたって書いてるな。ああ、これ綺麗、雲が。よいしょ、これで簡単な、編集動画を作って、ぽいぽい、ぽい編集。74秒も撮ったっけ。トリックで、3秒ぐらい。あ、これいいわ、この地面スレスレのやつ。 OK、 これで飛んで撮りまして、4秒ぐらい。これはこちらだったか。よっしゃ、 OK、これを完了でエクスポートしますと、今日が何日だ、1月9日、素晴らしい。あ、いいね。よっしゃ。8時4分ちょうどぐらいかな。いや、やっぱり歩くと暑いね。ちょっと汗ばんでくるね。やっぱり7度、一桁台でも、こうやって歩いてたら暖かくなってくるんで、もうちょい軽めのジャケットでもいいのかなって感じだね。少なくともダウンジャケットは結構オーバースペックという感じがしますね。今日はキルティングジャケットという感じですね。よいしょ。
よいしょーと、これをしまうと、よいしょ。いや最近ちょっとまた MA1 が欲しくてね、もうちょい、あ、でもあっちまで道がないのか。どうかな、画面は。はい、おはようございます。顔出し一応しておきます。今日はこのキルティングジャケットで、来ましたけど、ちょっと自分用に、これはちょっとまだ暑いと思われます。まだというか、もう暑いね。暑い。あれですわ。もうちょい軽めでね。なんか MA1 ちょうどいいぐらいかなと思って。欲しいんですよ、MA1。そろそろ、ほら、猫も杓子も MA1 だったけど、もうそろそろ MA1 の、流行りが落ち着いてきたので、MA1 手出そうかなと思ってるんですけどもね、バズ・リクソンズの欲しいですね。バズ・リクソンズの MA1 の初期型が欲しいですね。MA1 は、まあ、いわゆる、フライトジャケットの一つに分類されるわけなんですけども、もちろんアメリカの、航空陸軍だったっけ。エアフォース、アーミーエアフォースだったっけ、なんだか忘れましたけども、まあそこが出してる、まあ軍服の一つですよね。1945、6年ぐらいに登場した、服のようですね。それまでは B15 っていうのがあって、襟にこうボアがついてるのが、まあいわゆる、パイロットが着用する制服だったんですけど、その頃からプロペラ機からジェット機に変わってですね、さらにそのプロペラ機の上空を飛べるようになったと。そうなってくるとヘルメットかぶんなきゃいけないと、エアマスクもつけなきゃいけないということになって、ヘルメットかぶるときにそのボアが邪魔になるということで、そのボアを取り外したモデルが MA1 の始まりだということですね。でその当時また技術も、その軍あのフライトジャケットの面白いところは、時代を追うごとにだん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 こう装備も進歩してきて、その進歩に合わせて、装備品が省略されていくんですよ。その省略されていく中で、これは何時代何時代っていうのがあって、そのディテールがすごく面白いんですけども、 MMR もその、技術の進歩に伴って、省略されているパーツがたくさんある、MMR、服なのでありましてですね、だからその初期型が僕欲しいというのはね、そのね、その当時まだエアマスクがあまり発達してなくてですね、多分ですよ、病院に置いてあるのは酸素ボンベにね、カニューレバーってつけて、それこそ患者さんが使うフェイスマスクですか、あん中をつけたと思うんですよ、飛行機乗るときにね。でその時そのエアマスクのカニューレがめっちゃ邪魔でしょ、運転するときに。なんかそのカニューレの、ホースをね、胸元で止めるために、MA1 の服の、前の部分にね、マスクのホースをクリップするためのね、タグがついちゃったんですよ。ボックスタグとかね、オキシジェンタグって言うんですけど、そのタグと、それからそのタグの横っちょに、CS ループっつってね、そのね、カニューレを、その脇の下に通すためにね、なんていうのあれ、ループがこうついてて、パチンって止めれるループが、そこにこう通して、脇の下に通すみたいな、そういうね、ちっちゃな、部品がついてたんですよ、MA1 にね。その初期型の MA1 が欲しいという感じですね。あこにね、ピンマイクがつけれるんじゃないかと思ってね、オキシジェンタブに。で、オキシジェンタブにピンマイクをつけて、で、ピンマイクのコードをその CS ループに通せば、そのまま、こっちの、ポケットに、ピンマイクの録音機器が入れれると、これはね、現代における、録音服になるんじゃないかなというふうに思って、今狙ってるところなんですけどもね。で、だんだんその中期型になっていくとですね、酸素マスクの方も発展してですね、ヘルメットにこう、同期されるというかですね、ヘルメットと一緒になるような形になって、ほら、トップガンにあるような、ヘルメットかぶったら、もうマスクが一緒になっちゃって、そのマスクの、ホースもさ、掃除機のホースみたいな、蛇腹がバーって背中の方についちゃうみたいな、あんなになってくると、今度はその、胸ポケットの、胸にあるオキシジェンタブとか、そのさっき言った CS ループとかが、
まあ、いらなくなるでしょ。だんだんそれが排除されていって中期型になって、で後期型はあの、まあ、詳しいことは分かんないんですけど、あのもし、まあ、パイロットが不時着してあの救助を求めるときに裏返しにしたらオレンジ色になるみたいなね、中身がオレンジ色になったりとか、その時代背景によっていろいろあのディテールが変わっていくというね、そういう、服になるんですけども、結構今あの女性とかあのファッションで流行ってるのはその後期型ですよね。言うたらね、そういったオキシジェンタブとか CS ループが排除された、できるだけ簡単な、民間に出回ったような、MA1 が元になって、現在流行っているのが、まあ、後期型になるというところですね。オンちゃんらが来ちゃうやつですよね、いわゆるね。オンちゃんとかギャルが来ちゃうやつですね。僕はそういうのじゃなくて、やっぱ最初の初期型の本当のそのレプリカが欲しいんですよね。それがまあバズ・リクソンであったり、あ、ここか、お、アルファとかからも出てんのかな。あとは、それこそマッコイ、リアルマッコイとかトイズマッコイとか、ものすごい値段で出てますけどね。バズ・リクソンズが5万ぐらいですか。リアルマッコイズとかトイズマッコイズが出てるの8万とか9万とか、ちょっと絶対手が出ないような価格なので、まあ、このバズ・リクソンズの中古をね、欲しいなというふうに、目が道は熱くかかってますけども、あの MA1 もね、あれなんですよ、ちょっとね、あのヴィンテージっぽいのがかっこいいんですよ。あのどういうと言うとね、こうあるでしょ、この生地が、こう生地が火に焼けてちょっとサレちゃうような、あのサレ感がいいんですよ、かっこいいんですよ。だから中古で上等なんですよ。中古で探せばそれこそ1万8000円とか1万9000円ぐらいあるので、ちょっと画策中ですね。 MA1 現代における録音制服になるんじゃないかなと。あのボックスタグがかなりいいような気がするな。しかもこう襟がないので、あの、ね、襟があると、その今僕がこうここにこうね、録音あの DR-05 っていう機器をつけて、こことここの間に壁があるので、ものすごくこもるんですよね。これがこの襟元がこうあると、どうしてもこう防がれるので、今日なんか結構軽いですけどね、これを、できるだけ襟のない軽いものにしたいなと。今日試しに踏んで、この薄手の割と薄手のそのキルティングジャケットで、気温一桁台のこの時期に歩けば、今6度ですからね、どのぐらいの寒さがあるのかなと思って出たんですけど、全然余裕だったというね。MA はちょっと欲しいなというお話でしたけども、皆さんどうでしょうか。皆さんの家にある MA1 見てみたらいいかもしれませんね。自分の言ったその初期型、中期型、後期型、どれに当てはまるのかなとかね、見てみるのも面白いかもしれませんね。バズ・リクソンズとかのがね、かっこいいです。本当にその当時の MA1 を、ヴィンテージの MA1 を、買ってきてですね、あの何十万もするやつを買うてきて、もう服をずたずたに切り裂いて、中身の綿がどんな綿を使われているかとか、それからファスナーですね、あのファスナーも時代によって違うので、そのファスナーをもう一から作るっていうね、あの確かに YKK とかでね、作りゃ安いんだけど、YKK じゃなくて、その当時使われよった、コンマジッパーとかね、そういうのをもう一から作っていくという、レプリカっていう、ね、だから一個一個の部品がめちゃめちゃ高いんですよ。そこら辺の厚さが、なんかロマンをくすぐられるというかね、あの購入意欲を駆り立てられますけども、すごいですよ、こう外のこの生地とかも一から作り直すというね。ほんでそのさっき言ったサレ感ね、日にあの日焼けしたその生地も作るんですよ。日に焼けてね、ヴィンテージ仕様で作るみたいな、めちゃめちゃ凝っちゃうんですよね、作る側も。だから熱いですね、熱いですよ。なんか喋り疲れさ。そんなんで明日はやから、
そうやね、古着屋さん巡って BJ マートとかにあったような気がするんで、古着屋さん巡ってもいいし、散歩動画、そうやね、あの歯医者さんも自転車で行って、自転車動画久しぶりに撮ってもいいかもしれないですね。自転車動画撮って、まあ散髪も行きたいし、散髪、友達のとこ散髪行って、タイムラプスで髪切ってもらうとこ撮ったりとか、あと、まあ、それからもう一回ピノキオ行ってもいいし、なんか、あ、でも歯抜いた後やから飯食うのは厳しいか、まあ、そのまま散歩動画撮って、どっかないかな、なんかあったらいいんだけどな。まあ、髪切ってもらうのと、歯抜くのと、髪切ってもらうのと、自転車動画、この3本立てで行きたいな。よいしょ、よいしょ。こうなってくると MA1 買ったら、今度はあれも欲しくなるよね。あのトップガンつながりで、あのレイバンのアビエーター欲しいとなるんですけども、あれ買ったらコテコテになるかな。じゃあ画像提供しましょうか。アビエーター、はい、ドン。そして MA1 ドン。ほんであれですよ、あのトップガンのあの映像を思い出してみてもらったらいいかなと思うんですけど、ちょっとはま、あのベタベタすぎて、ダメかな、うん、あ、さあ今日も一日頑張りましょう。今日は特に何もないですが、頑張っていきたいなと思っているところでございます。1時17分ちょうどぐらいですね。そんな感じで、なんだか何の話かちょっと分かんなかったんですけども、動画編集とそれから MA1 のお話でしたね。 MA1、初期型は、MA1 初期型は動画撮影に最適なのではないかというお話でした。また、明日、自転車動画撮りますので、私たちよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。本当によろしかったらチャンネル登録とししていただけましたら、助かります。チャンネル登録はね、あの動画の下の赤い文字チャンネル登録ってとこ押せば一発でできますので、よろしくお願いします。そしたらまた、明日、お会いしましょう。バイバイ。